小林義久6月29日隊は、日本の男性タレント、体操インストラクター。本名、小林武久。NHK の番組、お母さんと一緒の11代目体操のお兄さん。埼玉県富士見野市出身。身長は175センチメートル、血液型は AB 型。愛称は、よしお兄さん。浅井企画所属。 埼玉県立朝霞高等学校時代に剣道を経験し、日本体育大学体育学部へ進学。学生時代には体操部に所属。卒業後も、同、大学運動方法体操研究室期限付き女子として活動。大学在学中、2002年5月に開催されたお母さんと一緒のファミリーコンサート元気いっぱい。たまたま後にエキストラで出演。 当時体操のお兄さんだった先代の佐藤孝道は大学の先輩にあたり当時から面識があった。二千五年四月四日より NHK の番組お母さんと一緒に十一代目体操のお兄さんとして伊藤舞優と共に就任。共演の歌のお兄さんは就任後最初の三年間は今井雄三、次の九年間は横山大輔、最後の二年間は花田祐一郎。 歌のお姉さんは、就任後最初の3年間はハイラ・ショコ、次の8年間は、三谷匠、最後の3年間は、小野厚子。身体表現のお姉さんは、就任後前半の7年間が、伊藤真由、後半の7年間が、上原里沙。体操のほか、すり替え仮面と、ガラピコパズルのコーナーを受け持っていた。また、同番組の歌曲においても4名で出演することがあった。 2005年4月4日から2014年3月29日はパワーアップ体操、同年3月31日から2019年3月30日はブンバボーンを担当。どちらも基本的に週替わりで数色あるジャージおよびバイザーを着用して行っていた。2019年2月18日に上原理沙と共に同年3月をもって番組を卒業することが発表され、 2019年3月30日のファミリーコンサート、朝日川の放送をもって番組を卒業した。在任期間は14年で、歴代体操のお兄さん及び歴代お兄さん、お姉さんの中で在任期間が最長となった。NHK 紅白歌合戦には2010年2018年の企画で出演している。パワーアップ体操、ブンバボーン。 すり替え仮面2019年4月1日より、朝井企画に所属することが発表され、同日にブログが開設された。2019年4月16日、スッキリや踊るさんまゴテに出演した際に、2016年に一般人女性と結婚し、2018年12月に第一子が誕生していたことを公表した。 2019年8月7日から放映される、ジャランネットの新 CM に出演することが発表された。2019年10月25日には、解決エミチャンネルに出演。2019年12月23日、YouTube チャンネル、よしお兄さんと遊ぼう、を開設し、子供向けの遊び歌や企画などが行われている。あとにサブチャンネルとして、よしお兄さん大人向けチャンネルパパと、 ママも一緒も解説され、こちらは、父母や、教育関係者に向けた内容がメインとなっている。これらのチャンネルには、お母さんと一緒で共演したいと、眉ゆや上原り沙が、定期的に、ゲスト出演しているほか、2020年4月29日には、よしお兄さんと遊ぼう。にて、お母さんと一緒の一部の歴代お兄さん、お姉さん総勢16人と、中西慶蔵により、 ボヨヨン更新曲のリモート合唱を行った動画が投稿され話題になった。ありがとうございます。